はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、元祖カレー担々麺まさとら総本店さんというお店に向かっております。こちらのお店はね、まあ店名の通りカレー担々麺が有名なお店でして、でプラスアルファでね、トマトを使ったカレー担々麺と、そちらの2品が有名なお店みたいでして、今回はですね、そちらの辛いカレー担々麺を食べながら、できればね、ライスなんかも一緒に頼んで、楽しんでいきたいと思っております。でこちらのお店のね、カレー担々麺は辛さが選べるみたいでして、1辛と2辛までは普通に調整ができるらしいんですけど、それ以上の3辛以降は別皿でね、辛みが提供されるらしいんですよ。まあ僕もね、辛いものは好きなんですけれども、一発目ということで、まあ、初志貫徹、通常のね、頼める1辛か2辛どちらかを選んで、食べていこうと思います。それではね、そろそろ約束している時間ですので、お店の方にお伺いしたいと思います。ということで、今ね、店内の方に入っておりまして、1杯目到着するのを待ってるんですけど、めちゃめちゃいい匂いがします。もうね、店内がね、カレーのいい匂い、いるだけで食欲がね、そそられますで、カレー担々麺の方がね、特にね、辛さの指定がなければ2レベのね、中辛でご提供されることだったんで、今回はね、そちらの中辛でご注文させていただきました。あ、ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、がでもね、ラーメン到着いたしました。でこんな感じでね、上にスープがかかっていて、その下にカレーがあって、最後に麺があると。で今回はね、セットで注文させていただいたので、こちらのライスと、まあ、別にトッピングで追加でもチーズをさせていただきました。それでは早速いただきます。でひとまずはそちらの層を混ぜずに、上澄みのね、このスープのみでいただきます。あー、うまい。うん、だいぶね、しっかりと鶏ガラ系の出汁がね、効いてます。ちょっとね、そこにある麺とカレーをちょっと引き上げてみたいと思いますね。このね、麺をリフトした時のカレーの香りがやばいっす。いただきます。うん、うまっうまい。これベースの鶏ガラがしっかり効いてるんで、ラーメンとしてのカレーとお蕎麦屋さんのカレーとちょうどいいとこ取りみたいな、めっちゃうまいですねこれまたね、今回注文させていただいた2辛は本当にピリ辛ぐらいな感じです。ちょっとね、辛いの苦手な方は1辛とかの方がいいかもしれないけど、普通に辛いの大丈夫だよって方はもうね、2辛からで大丈夫だと思う。うん、またこのさ、ちょっと混ぜていくごとにスープとカレーが交わって少しずつ味が変わるんですよ。ちょっとね、これが楽しいかも。うん、うまっ。ちょっとこれライス抜かしてください。ライスがめちゃめちゃ合う。今回は大盛りで麺に注文させていただいてるんですけど、やっぱりこのスープ本当に美味しいんで、絶対追い飯が合うと思うんですよ。ホームページにもチーズとね、追い飯っていうのがおすすめで書かれてるので、追い飯をする際は、まあ、麺はね、大盛りしなくて、そのままね、ご飯を追い飯前提で注文した方が普通の方はね、いいかもしれないです。うわ、一杯が秒でなくなってしまう。うん、うん、うん、いやもう麺が一瞬でなくなっちゃいました見た目的にもものすごいがっつり系なのかと思ったら、出汁がしっかり効いてるんで、案外そんなことなくて、後味はすっきりしてる感じなんですね。ソウルフード感っていうんですかね。そう、やっぱよそにないないですね、ここだけの味ですね。ちょっとおすすめの追い飯とチーズでいかせていただきます。
うわいやこれみんな好きなやつですねちょっとすいません、いただきます。うん、ここまでが完成形ですね。米食うために前菜だったみたいな、ね、確かに麺が前菜かと思うぐらい米の相性がやばいですね。これはちょっとあの腹いっぱいの方でも、まあ、ショーライスでいいんでちょっとやってほしいですね。うわぁ、ちょっとね、撮影では簡易しないようにしてるんですけど、ご飯を入れてしまうとスープもねルーになっちゃうので、これはもう濃缶ですこちらですね、しっかりとねスープまで簡易させていただきました。ごちそうさまです。いやこれはねやばいねこれとんでもない、うますぎる。やっぱり横浜方面って家系もあったりとか、こういうカレー担々麺とかご当地から発祥したソウルフードが多いんで、やっぱいいっすね。ちなみにね、今ちょっと広告見つけたんですけれども、五王の虎っていうあの2店舗目っていうか支店もあるみたいで、そっちでもねごま担々麺だったりとかカレー担々麺が柱としてね営業されてるそうで、ちょっとねそっちも行ってみたい。これ食べてみたら行くしかないうわぁ、ありがとうございます、ありがとうございます。うわぁ、ということで本日2杯目がこちらでございますね。トマトカレー担々麺でございます。これにね、もちろんライスも注文させていただきまして、追加でね、ウニ肉もトッピングさせていただきました。では早速ね、いただきます。トマトの方、見た目から反則ですねこれちょっとこれもまずね、スープからいただきます。うわうわうま、あうま。でまたあのしっかりトマトっぽいトマトなんで、はい、酸味が効いてて、うん、合いますね。うん、うわうまうま。早速麺もこう、うわもうトマトとカレーとチーズでも半熟ですねうわまたこんなに違うんですね、不思議と。まあ、トマトの酸味も加わってハヤシライス風なカレー味というか、うわっ美味しいちょっとこれまた出会ったことないですね。じゃあちょっとお勧めいただいた、はい、揚げ玉&ガーリックチップですね。はい、揚げ玉もまたうまそう。むしろこれもっと入れてもいいですね。うわ、好みで入れてください。うわこれうま。うわこのちょっとこのカメラ越し伝わるから、このニンニクチップとこの揚げ玉が絡んでる感じ。うまい、うん、ちょっとこれニンニクもうまそう。でも最初はこうトマトの酸味でこうさっぱりしてるのかなと思ったんですけど、どんどんニンニクとか揚げ玉入れてガツンとさしても全く喧嘩しないですね。混ぜば混ぜほどやばいですねう
いやちょっとこれ食ってほしいですね、いろんな人に。味の系統としても美味しさとしても本当にソウルフードになるような一品ですよね。ちょっとあれなんですけど、ちょっと最初米にかけて食べるという食べて、お米の美味しさより感じて、なるほど、それでそう最後にドボンなんです。じゃあまずこれをかけながら、そうそうそう、それでちょっとそこでうわあ、この食べ方全然違うですね、味わいが。それで全然違う。鼻から混ざってるのと口の中で混ざってくのとじゃあちょっと違いますね。よかったですそれ。うわうま。なんかもう本当にこの具材が全部混ざることによってスープじゃなくてスープもルーになりますね。いやーラーメンというジャンルでもないし、ちょっと担々麺でもなくなってるというか、そうですね、なんかまた新たな本当にカレー担々麺というものですね。本当そうなんです。今日の回に関しては食レポとかしなくてもきっと多分映像と表情で皆さんも伝わってると思います。もう言葉じゃないみたいなとこありますよね。これは絶対絶対食べに来てください、これ動画見た方は。ということで2杯目ですね。こちらカレー担々麺も完食させていただきました。いやすいません、ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いやちょっと今日の撮影は痺れましたね、いろいろと。いやちょっとぜひね皆さん、この動画見てくださった皆さんもこちらですね、まさとらさんで美味しいこのカレー担々麺食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね、ごちそうさまでした。